純名人とは、以後、将棋での第一人者である名人に次ぐくらいの人。純名人の表記もある。反名人とも言った。日本以後体系7、親戦徳、大戦地収録の、人とその時代では、本来は、反名人であり、純名人という言葉は、明治37年、財務団層初版が出版された頃から用いられた。 言葉であると記述されている。また、井上玄安隕石は、半名人の名前を嫌って、純名人と名前を置き換えたとも言われる。江戸時代初期は、名人と神手の間の位置ということで、名人上手と呼ばれたこともあった。江戸時代に、本因暴動作により段級一性が定められ、名人が九段、神手が七段とされ、名人上手間の手合いであった。 純名人は八段とされた。以後の純名人の中には名人に劣らぬと評価されたものが少なくない。名人にならなかった、本因坊現場、安井徳戦地、井上玄安隕石、本因坊周和の四騎士は、以後四明と呼ばれた。替えの頃、安井三地の家に、大田雄三伊藤松は、 坂口先読などの騎士が集まり、以後四明の芸の話になって、本因坊秀和を筆頭とすることで意見が一致したと伝えられている。元武と知徳は互角に戦ったライバル同士で、名人は指導の最長者が、その異坊と古今に絶したる神業をもってする、すなわち最強の寄生の地位という信念から名人を望まなかったと伝えられる。幻屋隕石は、 本因坊竹はとの名人語どころの地位獲得の争いに敗れ、名人になれなかった。周和は自社奉行に語どころ願いを出したが、井上家の反発があり、却下されてしまった。その後は幕末の混乱に巻き込まれ、名人語どころの許可を得る機会は失われてしまった。 本因坊周辺は1881年に純名人に上り、1884年から1885年に名人に押されたが、きっぱり拒絶した。ありがとうございます。